さて、この調子で行ったらパリに着くのは何時になるかな。遅くても6時半だ。6時半か。ちょっと早いな。まだ寝てるだろう。どうするかな。カフェにでも行って時間を潰すか。そしてそこから電話を入れる。いや待てよ、愛してますと言ってくれたんだ。まっすぐアパートに行くべきじゃないかな。そうだ、まっすぐ行こう。自信を持っていいんだ。なまじためらうのはさっそうとしない。そう決めた。しかし何階だかわからないな。となると管理人に聞くしかない。この管理人が問題だ。大体うるさいのが多い。うさんくさいやつと思われるかもしれない。よし、はったりをかまそう。僕は6000キロの道を飛ばしてきたんだ。そうさ、往復なら近い線だ。アンヌコーチに会うために6000キロの道を来たんだ。こりゃはい。羨ましそうな顔の管理人を尻目に階段を上る。ベルを鳴らす。一度、二度、いや一度だけ。この方が気が利いてる。そして待つ。その間に彼女は起き上がりガウンを羽織る。ドアを開ける前に聞くはずだ。どなた？そしたら僕は、さて何と言うべきかな。そうだろう、名前を言うなんてのは芸がない。アントワンのパパってのはどうだろうな。アントワンのパパ、うん、この手で行くか。つまりこうなる。どなた？アントワンのパパ。そしてドアがそっと開く。顔と顔が合う。彼女孫つくだろうな。愛してますと電報を送った相手が突然現れたんだから。顔をあからめて消え入りたげな風情なんてのも女っぽくっていいだろうな。時間が時間だし、一人住まいだし、彼女はしばしためらう。そしてコーヒーでもいかがと。これは絶対だ。お疲れでしょ。熱いコーヒーを入れますわ。さあどうぞ。そこで僕は中へ入る。いや、その前に何か言わなきゃ。こんな時間にどうもとかなんとか。しかしそううまくいくかな。あ、そうだ、途中アビニオンから電報と。いやダメだ、こいつはまずい。電報がつくのは早くって5時半。そして6時か6時半には僕が着いちまう。様にならないし、彼女がベッドに入り直したところをまた起こすことになる。まずいな、これはまずい。まだ先は長い。着くまでにいい手を考えるさ。部屋はどこです？考えの左。ありがとう。たびたび返事がないんですけどね。知らないね。あの人の見張りしてるわけじゃないよ。警察だ。あら、どう
で行ったはずですよ。子供さんのところへね。どうもどうも。